どうして捨てたの？マリちゃん。それでねー、公園でばったりうどん屋さんに出会ってさ、昔話に花が咲いちゃったわけよ。そうなんだにょんね。ヨウムも久しぶりに会いたいにょんよ。そう、それなら今度連絡取ってみんなで遊ぼうか。お、それもいいにょんね。ふ、マリサもどうかしら。マリサ、大丈夫？いいんじゃないか。はぁ、ねえヨウム、マリサ、なんかあったの？なんかね、マリサが大切にしてた人形がなくなっちゃったんだって。それで落ち込んでるんだにょんよ。そうなのマリサ。そうなのぜ。子供の頃にプレゼントしてもらったお気に入りのでな、メリーって名前もつけて一緒にお出かけしたり、たくさん思い出が詰まった人形だったんだけど。どこでなくしたの？それがわかんなくて、もう人形を持ち歩く年でもないし、今は部屋に飾ってただけなんだけど、気がついたらなくなっててな。家中探し回ったんだが見つからないんだ。何か思い当たることはないのかにょん？思い当たるって言っても部屋の中だしな。はぁ、何か思い出したの？実は最近部屋の古くなった布団とかを処分したんだ。思い返すとそれから人形を見てないような気がするのぜ。もしかしてその時に紛れ込んじゃったとか？ありえるのぜ。回収の人が来るからって慌てて縛って持って行ったからな。そうなのね。それじゃあもう廃棄場まで行ってるだろうし、悲しいけど諦めるしかないわね。そうだな。なくしちゃったものはしょうがないわよ。元気出しなさい。人間生きてればいろんなものを失いもするわよ。その分新しく手に入れるものもあるわけだしね。霊夢。そうだにょんよ。いつまでも悔やんでても仕方ないにょん。前を向いていこうにょん。そうだよな。いつまでも落ち込んでたら私らしくないもんな。ありがとうだぜ二人とも。ふ、それでこそマリサよ。牛、モンブランを注文しようかな。お、いいわね。特別に私のおごりよ。やったにょん。いや、あんたは自腹よ。え、便乗できなかったにょん。あはは。さて、今日はお開きにしましょうか。そうだにょんね。また遊ぼうにょん。おう、今日は二人ともありがとうな。何、気にしないでよ。それじゃあまたね。バイバイだにょん。この公園も昔からあるな。小さい頃はよくメリーと一緒に来たよな。ちょっとだけ見ていくか。ふふ、懐かしいな。メリー、一緒に滑り台滑ろう。砂場でお城を作るよ。メリーはお姫様ね。一緒にブランコに乗ろう。楽しいよ。メリーとはいっぱい遊んだよな。ダメだダメだ、また感傷的になって帰ろうかな。ひよちゃん、迎えに来てくれたのぜ。人間生きてればいろんなものを失いもするわよ。その分新しく手に入れるものもあるわけだしね。ありがとうな、ひよちゃん。帰ってご飯にしようぜ。今日の晩ご飯はお肉にしようぜ。どうして？こんな時間に電話か。誰からだぜ？誰だ？知らない番号なのぜ？もしもし？もしもし、どちら様ですか？私。
さん、今、ゴミ捨て場にいるの？え？な、なんなのぜ？今の？ま、また。も、もしもし、私、め、さん、今、〇〇駅にいるの？な、なんだよ。〇〇駅。〇〇駅って、最寄り駅じゃねえか。いたずら電話にしても、不気味すぎるのぜ。な、なんだってんだ。よ。は、はい。私、B さん。今、〇〇公園にいるの。〇〇公園。近づいてきてるのぜ。ひよちゃん。な、なんか変な電話がかかってきててな、何かが、家に近づいてきてる、かもしれないのぜ。そうだ、怖いから、霊夢たちに遊びに来てもらおう。な、なんなんだぜ。は、はい。私、B さん。今、マリちゃんのお家の前にいるわ。ひよちゃん。さっき言ったやつが、家の前まで来てるって。ひよちゃん、一人じゃ危ないのぜ。行っちゃったのぜ。な、何が起きてるんだぜ。あ、明かりが。誰なんだぜ。ひよちゃんか。ドアが、開かないのぜ。ちょっと待っててな。ドライバーか何か探すか。で、電話が、また。一体誰なんだぜお前、何がしたいのぜ。私、メリーさん。今、あなたの後ろにいるの。どういう？あわわ？ま、り、ちゃん。ほんとに、メリー、なのぜ？どうして、私を捨てたの？違うのぜ。ねえ、なんで？メリー。え？あ、会いたかったのぜ。な、に。はじめまして。私はマリちゃん、あなたの名前はメリーよ。メリー、一緒に滑り台滑ろう。砂場でお城を作るよ。メリーはお姫様ね。一緒にブランコに乗ろう。楽しいよ。ごめんな。捨てるつもりなんて。なかったのぜ、許してくれ、メリー。あ。マリちゃん、ごめん、なさい。メリー、戻った、のぜ。やったのぜの、マリサ、なくした人形が見つかったって？ああ、無事にな。へえ、よかったにょんね。どこにあったんだにょん？随分探して見つからなかったんでしょ？それはな、ベッドの脇に落ちてたのぜ。探し物って、意外とそういうもんなのよね。そうそう、探している時はなかなか見つからないのに、諦めてから数日後、簡単に見つかるんだにょんよね。それにしても、お人形って、なんだかマリちゃんの乙女らしい一面が見れて嬉しいわ。なんだぜその言い方。もうなくさないように、注意しなきゃいけないにょんね。ああ、汚れてたからきれいにして、飾る場所も変えたんだぜ。もう、なくしたくないからな。